小月京義宇は中華人民共和国石膏省金華市に位置する研究市。義宇国際省某城をはじめとした日用品の卸売市場が多く立地し、世界的な日用品取引の中心地である。義宇は甲州市から南へ1 0 0トルほど内陸に入ったところにあり、山に囲まれた金庫盆地の東園に位置する。古くから農業が発達し、追悼。 砂糖キビなどが栽培されている。金貨ほといの名産地でもある。この地名は、カオガラスという男が父親を亡くし埋葬しようと、すると、カラスが飛んできて、くちばしを傷つけながら、埋葬を手伝ったという言い伝えによる。牛、カラス甲、カラス症などの過去の県名もこれによる。春秋時代になると、全621年に、コシュガ国土を、2000と、これが、 現在の牛市に相当する。全222年、旗により、海警軍にカラス証券が設置される。新朝が成立すると9年にカラス貢献と一時、解消されたが、五感が成立すると間もなくカラス証券に戻された。192年には、県西部に新たに、朝三県が、245年には南部に、栄光県が分置されている。621年、カラス証券は、 中州に昇格し、その管轄下にカラス港圏、河川圏が設置されたが、3年後に中州は廃止となり、カラス港、河川領圏が統合され、義阜県が誕生した。686年、県東部に東洋圏が、754年には県北部に裏洋圏が分置された。1988年に、研究市に改変され現在に至る。 2002年に開業した牛国最小某場、中国商商品場、品王市場の3つの大規模日用品の卸売市場が立地しており、中国東部最大の物流基地である。世界中のバイヤーも多く訪れ、日本の100円ショップ等の商品のうち、中国産のものは多くがここを通過している。2014年から中国政府の掲げる一帯一路により、 マドリードやロンドンまで通る世界最長の鉄道路線が開業している。道路鉄道航空石膏中国商商品場、集団世界最大の卸売市場、福田市場、形成され始めている一体の現実、中国に乗っ取られる懸念に配慮も。ザックザック、https、www ザックザック cojp、ソサイティ、法林、ニュース。 2017 1 7, 52 4, 万 524FRN1 兆7052億4170万 4N1HTM2018 年5月8日閲覧。中国、スペイン結ぶ、世界最長鉄道、第1号車が、マドリード到着。 アフプブ、http コロンスラッシュスラッシュ www.aftbb.com スラッシュ articles <app u>. スラッシュスラッシュスラッシュ30338582018年5月8日閲覧。ありがとうございます。